はい、始まりましたミキという会の仲間たち、はい、ということで今日は私の1週間の出来事を喋っていきたいと思います。はい、はい、私原付投稿なんですよいつも、うんうんうん、どこに行くのもそうね。はい、で最近、うん、あのバイトが終わって夜中58号線を原付で走ってたら、うんうんうん、まあいつもと同じにブブ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 ンっていうこの暴走族の音が聞こえて、はいはいはい、聞こえてきた、お来ましたと思って、お来ました、うん、なんか今日も一緒に走れるのかなと思ってそう暴走族の方と一緒にルンルン、そしたら今日その暴走族はいつもと一味違いまして、お、はい、後ろにパトカーがついてたんですよね。おで私もやばいと思って、就活するやつが警察に捕まってる暇ないみたいな思ってわーとか思ったんだけど、案の定私が一番最終後ろの後ろ、まあ速度が遅いんで、あーなるほど、はい、やってもう本当に極端に遅くして20キロぐらいにしてうん、うん、そしたらパトカーが最初ブーンって言ってたんですけど、うん、私のところに来た瞬間に、うん、もう音をパッて止めて、お普通にブーンって言って、うん、あなんかやっぱその時就活のスーツ着てたんですよ。あだからうん分かったんだよかったとお話です。ということで今日もミキとゆかいの仲間たち始まるよ。はい、やってきました、はい、ミキとゆかいの仲間たちのお時間です、はい、イエイイエイどうしたみんな元気に元気に行こうぜイエイはい、ということで私、はい、パトカーに追いかけられました。え、一番後ろにいたんでしょ、そのバイクのいっぱいの中の。そうですね、なんか逆にでもなんか一緒にされたくなかったから、うん、捕まりたくなかったからゆっくり走ってちょっと距離を、そう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 。でパトカーは どうなったの。パトカーがそしたら私の一番後ろ走ってて、なんかパトカーも遅そうみたいな思ったんだろう。あ、はいはいはい、あの車線変更していきました。よかったね、よかった、何事もなくね。そうだね、よかったよかった。でもね集団心理はすごいからなんか安心した気持ちになる。一応危ないことしてても。なるほどね、うん、そっか。でも皆さん気をつけてくださいね。はい、気をつけます。はい、ということでこの番組紹介をしていきたいと思います。はい、この番組は平凡な大学生の私たちミキとマヒロがおすすめのものを紹介したりする YouTube 的なラジオ番組です。聞いてる皆さんのおすすめとかもありましたら教えてください。ということで今日はですね、はい、このガールズトークのコーナーに、はい、この次の私たちミキという会の仲間たちの次の番組をやっています、はい、アイディアマスオさんが来てくれます。はい、ありがとうございます。そうなんです、今日就活の話と婚活の話をしてもらうということで多分就活だけになると思うんですけどあでも就活はなんか恋愛っていうじゃないですか、よく。そうですよ、ま、結婚と一緒なので、うわ似たようなもんですよ。そこら辺もねちょっと詳しく聞いていきたいと思います。はい、はい、ということでメールアドレスを紹介していきたいと思います。なんメールアドレスは797@fmginowan.com、はい、797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではツイキャスト、ユーストリームも配信しております。皆さんネットで持ち運べながらいろいろ聞いてください、はい、ということで今日も私はここに座ってるんですが、そうなんです、そのミキサーも今日またガッキーさんがやってくれます。ガッキーさん、あれガッキーですか。そうだ、ガッキーザッキーガッキー大好きだからだ。びっくりした、新垣結衣がいるのか。びっくりー、美少女だ、やばい。ザッキーだ、ザキヤマだ、はい、がやってくれ急に呼び捨てそうです。え、同い年ぐらいでしょ。同じ年です。ですよね、はい、呼び捨て OK ですよ。呼び捨て OK です、急にということで今日もね楽しくやっていきましょう。はい、ということで最初は私が今ハマってる、はい、ミュージカル、はい、っていうか劇団四季、うん、っていうか劇団四季そう、美女と野獣っていう劇団四季を、うんうん、の中で流れてる曲を流していきたいと思います。はい、はい、なんかこのBe Hour って曲で、うん、ゲストをおもてなしする曲なんですよ。ありがとうございます。そうなんです、マスオさんが来るので、 おもてなしをミュージカルで、なるほど、流していきたいと思います。はい、じゃあそれでは Be Hour お願いします。
なんか今入ってるよ。ってことはさっきは入ってなかったってことだよ。そうですね。わでも誰もあれしてないってことは、あれだよ、ツイキャスで聞いてなかったのかな。キャス、キャス、FM ギノワン、ギノワン、あなたの参加。みんなすごい営業感。めっちゃ長いね。めっちゃ長いね。何分ですか？残り4分ある。残り4分ある。でも最後が盛り上がるんですよね。これ多分今ラジオ聞いた人は劇団四季の何かを見たの。特殊かな。劇団四季は番組。いやいや。劇団四季の番組かと思う。すごいじゃないですか。超スターじゃないですか。FM 本当今 FM 昨日入れた人びっくりだよ。やばい。あいつつけたびっくりだ。劇団四季。なんかミュージカルしてるけど。いやー、すごく長い。あ、間違った。待って、まひろ、タピ付けしてないから待って。いいよ、いいよ、いいよ。ちょっと待ってよ。マジで劇団四季見に行きたい。ね。行きたいですよね。うん、マジ見たい。もうそういう世界に行きたい。でも福岡もあるよね。ありますよね、福岡、うん、一番近くだと福岡。あー福岡、大阪、東京と、あとどこがあるか知らないけど。あーでもできることなら夢の世界の東京に行きたい。え、東京夢の世界？夢の世界です。千葉だよ。千葉か、千葉くんのとかですね。え、東京はあれでしょう、欲望とお金の渦巻く。言い方が言い方がやばいですよ。チーマーばっかりいるところじゃない。東京はね、東京いいです、楽しいところだ。金と欲望が上手くなる。怖い。自分あの月曜日に東京行くんですよ。あでもホテルまだ取ってないんですよ。東横インの難しくて、場所がなんか試験会場の近くにするならみたいな考えたら、試験会場はどこか分からない。全部分かんないんです。せめて近くに駅は分かる。品川って言ってます。品川のどっか。品川も広いです。品川駅ですか。品川駅、あの辺にあるビジネスビルのどっかじゃないかな。品川だったら駅降りたらすぐ目の前に東横インあるじゃん。 あります。そうなんだ。東横インは大体駅のそばに、特に品川とかだったもう JR 沿いじゃないと自分行けないんですよ。で、大丈夫、山手線線だから品川。あ、本当ですか。じゃあちょっと品川の東横イン調べよう。でもカプセルホテル回りたいんだよ。カプセルホテルは東京新宿だな。新宿です。新大久保にもあったかな。新大久保、やばい。渋谷、渋谷、真ん中の方にあるよ。やばい、超長いこれ。あと1分で、あと1分だ。あと1分10秒ぐらい、はい、ありがとうございます。で、その後また CM が1分入る。こんにちは。あ、こんにちは。ザッキーさん。ザッキーもいるよ。ザッキーもいます。あと1分です。あ、ありがとうございます。そう、最後のここが好きなんだよ。最後だけ流せばよかった。ね、山場はね、どうしてもミュージカルだとね。ミュージカル。AKB ファンさんはね、宝塚も、劇団四季劇場も行きやすいよね。あー、日本内地ですもんね。うん、兵庫だから、西宮だから。今ひたすらですね、劇団四季のミュージカルの、ミュージカルの音楽じゃなくミュージカルが流れてる。ミュージカル流れてます。レキちゃん聞いていい？はい。あの、なぜ AKB ファンさんはなぜ俺の名前を言ってないの？俺が言うこと。声が、子供かと思ったって言われた。子供かと思った。CM 明けすぐトークです。はい、あ、お願いします。すみません、うちの娘まだ連れてきてない。21歳の
お菓子買ってきました子供さんのすごいプライベートトークプライベートお菓子久しぶりですね、AKB。 うん、嬉しい。いたたたたた。一応今日就活の話ということで、はい、大人の意見。あつかさんも入りませんかでもあとはでも適当でも全然あていうかザッキーさんにも振りますめっちゃ。あ、違う、ラッパーっぽい人と思った。違った。似てますよね。んかかってる。あと10秒です。マイクあげます。はい、ジャケット。はい、ということで始まりました。はいはい、はい、でいきましょう。今日のガールズトーク。はい、はい、いやすいません、なんかちょっとなんか ね、まあ、いい感じ、いい感じでいきましょう。いい感じで。はい、ということで今日は、今日のガールズトークのテーマは就活、はい、婚活の話をしていきたいと思います。はい、まあね、就活の話とか婚活の話をするときには、はい、やっぱり欠かせない人がいるなと思って今日はお呼びしました。はい、ということで、はい、お願いします。はい、ですね、はい、婚活といえばですね、今、はい、NPO 法人婚活モールというところで、うん、まあ、結婚したい人でもなかなか出会いがない人たちを応援するということでお手伝いで入っていて、あ、まあ、婚活のこともすごく今勉強中、はい、でも1年半ぐらいはもうお付き合いがあるんですけど、で、就活で言うとですね、1月ぐらいまで8ヶ月ぐらいですね、あずままっていう会社で、人事育成チームという形で、はい、少しまあ、ちょっと、すごい採用のところではないんですけど、簡単な面談とか面接官もやっていたので、あとですね、大学の教員もやっておりまして、教員採用試験を受ける後輩たちとか学生たちに、どうやったら面接に落ち着いて行かれるよとか、そういう話も、したりしてましたので、はい、まあ、呼ばれたという形で呼んでいただいたという形で、はいはい、そうなんです、来ました。ちょっと、就活のことについて、面接官とかしてたということで、はい、受かりたいですね、私たちも。受かりたいですね。受かりたいですよね。はい、就活中なんでね。はい。そうなんですよ。いろいろ聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、はい、まず最初は、就活とは。とは。とは。はい。なんぞや。私たちの就活とは。はい。まあね、私はね、そう、就活って言ったら仕事を探す、うんうん、仕事探す。でもなんで学生なのに仕事探さんといけないのかなってめっちゃくちゃ思うっていうか。思うよね、うん、はい、卒業してからでいいんじゃないかみたいな。ああ、なるほど。そうそう、学生だし、そう、勉強もしながら。本当ですよ。卒論も書かなあかんし、はい、うん、大変。なんで今大学は3年生から就活とか4年間就活を入れてるんですかね。入れてるというか、はい、企業側がですね、はい、結局即戦力として欲しいわけですよ。あ、で、日本だけなんですよ、この新卒しか取らないって制度は。あ新卒は。で、結局今年から、確か4月からじゃないとダメだよって、うん、本当はもっと前倒し、うん、3年生の途中ぐらいから、採用試験あったけど、それはちょっとやりすぎだということで、今4月からになったんですけど、なんかいっぱい変わってますもんね、この、はい、4月から大企業が始まって、うん、大企業に落ちた人を中小企業がどん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 拾っていく方式という形で今なってますね。あんまりいい制度ではないんだろうなと思いつつ、はい、まあ、日本の制度的に、うん、まあね、今人事やってる人たちがそういうラインを踏んできたので、はい、どうしてもそういう形になるのかなと思うんですけど。でもなんで、そうだよね、なんで、そう、外国とかだったらインターンさせて就職活動させるじゃないですか。そう、なんかみん なんか勉強とかもやっぱりおろそかになっちゃうんです。まあ、やってない人も元からいるかもしれないですけど。そうだよね。そうなんです。とかなんか逆になんか、なんで、あ、もうなんかあの子はやってるのに私やってないとか焦っちゃったりとかして、もう出遅れだからもういいやみたいな、やきくそに諦めちゃうみたいな、ね、なったりとかも全然なんかいい感じがしないですよね、今の就活。バタバタしちゃって、うん、はい、エントリーシートとかも出しても、そうそうそう、なんか出すって、なんかこのみんな矛盾してるんですよ。なんかやりたい仕事に私は出すっていうイメージがあるんですけど、うん、もうみんな何でもいいやみたいな感じで出して、はいはい、だからなんかやりたくない仕事にも普通に出してるのが不思議でたまらないっていうか。そう、
そうね、数は足りみたいな感じで、うんうん、それ就職したいって思ってるのかなって本当に思うんですけど、うん、結局この時にあの多分小中高と大学、はい、まあいろいろね、あのまあ就職に当たる時にようやく初めて、はい、なんで働かないといけないんだろうって、うん、みんな悩み始めると思うんです、まあ、うん、お金稼ぐために働かないといけないんですけど、うん、その時の仕事選びで生活のために何でもいいやっていう人もいれば、自分の人生を豊かにするためにやっぱやりたいことにしたいっていう人もいるので、だからこの辺が新卒しか取りませんよっていう日本の制度のちょっと厳しいところかなと思います ね、 ね、考えるときやっぱなんか安定したところに行って、うんうんうん、給料をいいぐらいもらって、うん、でなんか趣味を充実させたいのか、それとも仕事自体を自分が好きなのやって、うん、ちょっとは給料厳しくてもいいのかとか、うん、そういうのめっちゃわかる。なんだろう、どそれわかる。今それで迷ってる自分。あの結局みんなここでジレンマになって、はい、言い訳して逃げる時があるので。わ、うん、かります。一応まずあの自分の目標としてるところにどん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 攻めていくっていうことが大事かなと思いますね。やるべきことをやる、悩むよりは動けですね。すっかそうやな、そう難しい。でも就活になったらちょっと ね、ふわーって無言になっちゃうね。いやあの結局やりたくないなと思ってる仕事をもしかしてやって、はい、やってみたら結構面白いかもしれないって可能性もなくはないんですよね、はい、で辞めるって可能性ももちろんあるので、はい、で僕あの中学校教員実は何年かやってたんですけど、辞めて今主婦なんですよ。主に夫で、で、はい、妻が稼ぎながらっていう方法もなくはないんですね。で働き方って今自由度が上がってて、うん、堀江門こと堀江さんが言ってるのが、はい、もう今ダブルワークトリプルワークがスタンダードになるんじゃないか、非正規雇用で自分の得意なところだけを引っ張ってくれる働き方で稼いでいくのも、はい、一つの手段じゃないかって言い始めてる時代が変わりつつあるんですよね。あ初めて聞いた。そんな、ね、日本って年功序列だから、はい、一つの会社に入っていろんなことして、うん、ずっと最後まで雇ってもらうっていう時代があったんですけど、今変わってきてるので、あの結局リストラとかも出てきたので、あリストラ、うん、だからあのバブルの時はそれでよかったんですけど、バブル崩壊してから、はい、だんだん働き方が変わりつつあるっていう、で今過渡期なんですよ。過渡期、うん、はあ、で僕は今何でもやってるんですけど、僕本当に自分の得意なところだけ、はい、はあの切り売りして、それでもまあね、家計支えるほどにはならないから主婦って言ってるんですけど、うん、あのお小遣い稼ぎ程度はできる時代に変わってきているので、あ、まあ、そういう働き方の選択も一つあるのかなと。あのちゃんと勤めて正規雇用じゃないと働いてないという価値観はずれ始めてきてると思う。ああなるほど。そっか。いやもちろん親御さんからしたら正規雇用で働いてほしいんですよ。あそうですよね。親はよく言います、うん、言いますね、うん、だから安定したところで働いてもらいたいっていうのはあるんだけど、はい、時代がそうなって公務員もだんだん首切られる時代に変わってくるはずなので。そうですね、うん、あと今機械とかも、ね、ロボットとかもそう AI 化で人手がいらなくなるよみたいな雰囲気のあれもあるので、はい、うん、そうなんです。はあ、やっぱ私はねやりたいことをやって仕事したいですね。本当なんかやりたそう、なんかよくバイトとかしてて思うんですけど、やっぱりなんかバイトって、うん、あの働きたくない仕事に自分は近いっていうか、なんかただバイトはお金稼ぐために私は行ってるんですよ、うんうん、そう考えて今まで仕事してきたなってバイトを見てきたら、うんうん、なんかこの仕事で一生続けていける感じしないと思ったんで、うん、やっぱりお金が欲しいから働く仕事にはつけないなと思いました、うん、そうレジのバイトしてるんですけどでも同じ仕事をずっと繰り返す仕事も私向いてないなって、あそこら辺で、そうそうそう、やっぱ自分のことを知るためにはいろんな仕事についてみるっていうのとっても大事だから、うん、アルバイトとかインターンってとっても意味があると思うんですよね。あ、うん、で、なんだろう、まあ、お金のためにやっぱ仕事してたらどっか歪みが来るし、うん、やっぱやりたいことだと、まあ、採用してもらえるかどうかわからないっていう、やっぱねこのギャップがね難しいではありますね。そうですね。そうか。なんか自分の知り合いに、うん、なんかやりたいことは私に向いてないからって諦める人いるとか言ってたんですけど、でもそれは違くて、うん、仕事に穴が開いてたらそれに自分が合わせていかないといけないみたいな感じで、自分に合う仕事はなくて自分から合わせていかないと仕事はない、うん、だからやりたいと思ったら挑戦した方がいいって、うん、
そう、やりたいと思うことはまず挑戦ですよ。ですよね。やってみたらもしかしたら向いてないと思ってたら、うん、あの仕事ってすごく幅が広いので、うん、あのこの仕事はやりたくて向いてなかったけど案外でできなかったけど違うところの部署に入った瞬間に発揮するかもしれないじゃないですか、はい、だからあの結婚と一緒なんですよ本当に。結婚の婚活の話してたけど、はい、一生の相手を、はい、まあ大体日本は終身雇用制なのでまだ、はい、一生の相手を決めるつもりで職場を選ぶ、うん、誰でもいいやじゃないよねっていうところがそこで、うん、好きな仕事をしたいのは好きな人と一緒にいたいだし、うん、で結婚しても好きな人と一緒にいてもやっぱ両方が歩み寄らないとうまくいかないんですよね。あ、そうか。仕事もそうで、はい、結婚してみてその両方が歩み寄らないとやっぱり続かない。したくない仕事でもうまく波長が合う場合もあるし、あ、したい仕事でも波長が合わない職場もある。いろんな職場があるんです。同じジャンルでも、うん、で働き方の要素が違うので、うん、だから一個で諦めないってことは大事かなと。そっか、うん、でやっぱあの面接って、はい、あの就活ってこっち側からしたらしんどいんですけど向こうも結構しんどいんですよ。あ、本当ですか。なんであのお金かけて雇って、はい、新人の研修して、うん、育てて、うん、でそのままちゃんと自分たちの利益になってもらわないといけない人を集めないといけないんですよね。ってことは向こうも結婚相手を選ぶつもりでやってるので、見られてる。そうなのね。だからお互いしんどいんですよ。あ、就活って向こうは切ってるだけじゃんとか楽そうと思うけど、うん、落とすのも結構辛いし。あだから向こうはやっぱね企業さんなので、うん、儲けないと、儲ける人を雇わないといけないので。あ、そうですよね、儲ける人か、うん、で人事って基本的にお金使う部署なんですよ。うん、お金持ってくるのは営業なので。はい、人事って金食い虫ってよく言われて、あ、言い方がだから良い人材をその連れてきて育て上げないと、うん、人事って顔が立たないんですよ。あ、辞められちゃ困りますね。そう、あの変な人雇ってきたなお前って言われて、お前らお金だけ使ってって言われる立場なんですよ会社で言うとね。やっぱ営業はお金稼いできてるでしょ、俺らのお金でお前ら食ってるんだよみたいなところがどっかあるわけですよ。あ仲間内の仲間内、まあプライドがあるんですけど、あ、そ、まあ、それがある会社とない会社もあるとは思うんですけど、人事の人結構辛いんですよ。だからあ、うん、でやっぱ雇ったら雇った仮にもうや基本会社は首切れないシステムなので。あ、簡単に。そうですよね、うん、あの公務員もそうですけど、うん、なので変な人雇って、あ、やっぱ違いました、やめてくださいとは言えないので。あ、そっか、何かないとやめきれないんですもんね。そうそう、本当に大ごと、すごい大ごとしない限りやめさせられないので。うん、だから正社員になってほしいっていうのは親のそこの希望なんですね。あ、もう辞めさせることなかなかないからですね。ないから、うんうん、でもやっぱお金が大切なのは知ってるんですけどね。そう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 、やっぱりやりたいことしたいですよね。でも面白いですよ、お金を、はい、僕の価値観ですけど、はい、お金をいっぱい稼いでる人ほど、はい、いっぱい使ってます。あ、だから残る量ってあんま変わらない。あそう、楽しいことやって、はい、あんま稼いでない人はお金使わないんですよ。あ、僕今ほとんどお金使わないんですよお酒も飲まないくていいし。あ、本当ですか。楽しいことしかやってないから。あ、そうですね、充実してたらあまり使わないですもんね。そう、別にストレス発散のお金がいらないけど、すごいお金稼いでる人で楽しんでる人はいいんですけど、はい、うん、無理してる人はストレス発散のためにお金放出してたりするので、なんか見てたら、あ、いっぱい使ってるなと思う。私今いっぱい使ってますストレスがある、就活にストレス感じて、うん、でもやっぱそうなるんだと思います。なんか人間ってストレスがあると何か発散するためにお金使っちゃうので、はい、好きなことやってるとそんなにその間が充実してれば家帰ってものんびりするだけでいいので。そうですよね、うん、もうそう考えたら、私今じゃ就職の悩み言ってもいいですか。はい、私今就職活動を一応してるんですが、うん、なんか私なんかこの人前で何か表現したりする仕事がしたくて、はい、そう今いろいろ挑戦してるんですけど、うん、でもそれって仕事にした方がいいのか、仕事をしながら趣味でそれを続けた方がいいのかが分からなくて、うん、もう今就活してるんだけども、あ、でもその仕事もしたくて、うんうん、もう何がしたいかが分からなくなってきてるんですよ、うん、からもううわーってなって寝るっていうえらい睡眠が一番大事ちょっといい感じになってきました
あの睡眠取らないとまずダメで寝ようそう寝ることは大事、あの悩んで寝ないと、はい、もっと悩むから、ああの寝れることが大事で、もうちょっと無理やりでもなんかね、なんか 無農薬バナナ茹でたら眠れるらしいから、バナナティーで眠れるってフェイスブックに上がってたから、だからまあ本当に寝ることが大事で、脳を使うので全部ね、はい、うん、だからまあ寝ることがまず大事で、で、うん、悩んだら本当に動くです、動くです、うん、だからどうなんだろうってだったらやってみたらいいだけ、あ別にチャンスは一応新卒が一番入りやすいではあるんですけど、新卒で辞めたからって次にチャンスがなくなるわけじゃないです、人生もうその後絶対就職できないわけじゃないので、うん、そう考えるとまず自分の信じるところでやってみる、うん、あどうかなと思いながら一番ワクワクする方向へって僕よく言うんですけど、うん、一番ワクワクしそうなところに行ってみる、行ってみる、で行ってみて、あ違うなと思ったら路線変更すればいいと思う。あそうですよ、ね、僕もまさか今主婦やってると思ってなかったですからねそうなんですか、ずっと教員やって 今教員を育ててるつもりだったので、うんなのでまあ、それでも楽しいんですよ僕は人生が、うん、楽しそうな、うん、楽しそう、なのであのお金はそんな稼げないかもしれないんですけど、うん、まあ、妻とそうやって話し合ってそういう生き方もあるので、だからいろんな生き方が用意されてるよっていうのはやっぱみんなに知っといてほしいですね、うん、そうですよね、うん、かいろんな生き方か、ね、ザッキーも青森から来て FM ギノワンのミキサーを触っているという、うわ新潟です、新潟だった、新潟甲信越だった、新潟ですねなんで沖縄に来たんですか、うん、まあ一応はその考古学で有名な先生がいたっていうのもあるんですけども、はい、やっぱりちょっと遠くに出たいっていう、うん、あー分かる気がします、それがちょっと 裏テーマ的な感じでありましたね、うん、はい、4年間いられるっていうのはなかなかない機会ではあるんで、あ遠くに出たい、分かる、私も東京に行きたいんです、そう、そういうの大事、あの自分が何がしたいかでいいんですよ、うん、判断基準はあの社会がどう思ってようかじゃなくて、うん、まあ、親御さんすいませんって感じなんですけど私は自分の得意分野を使ってフリーランスで動きたいとか、はい、ダブルワークでいいとか、うん、非正規でもいいってそっちがワクワクしそう、そっちの方が自由度があってありそうと思った、うん、それをやってみるのが大事かなと、あすいません親御さん、いやいやいや全然そういう話を聞きたかったんだよね、そう、自分たちは、うん、だからここで人生が終わると思うと損なんですよね、うん、あの高校受験でも、うん、中学受験ある人は中学受験でも大学受験でも、うん、ここで全部が終わるわけがないっていう、そうですよね、じゃなくてここはステップ、あくまで通過点なので就活も一緒なんですよ、うん、はあ、うん、何の仕事に就こうだからやってみたらいいですよ、でやってみたらいいですか、面白いことが続くんですよ、面白くないことは絶対続かないか、どっかでおかしくなるか、お金いっぱい使うか、うわじゃあお金いっぱい使ってるときはあ今の自分楽しくないんだな、ちょっと怪しいと思いますね、皆さん大丈夫ですか大人の方お金持ちの人って結構お金多分使う方賢いんだと思いますよ、あすごい使い方するけど使ってないところはとことん使ってない気がします、うん、あの高いものは買うけど、うん、じゃあ毎回買えるとかそういう成り気みたいなことはしないと思います、うん、本当のお金持ちって、そうですよ、いいものを買って長く使うとか、あいい、うん、そか、まあ、そういう仕事さ生活したい、やっぱりゆとりだと思います、ゆとり、うん、そうね、就活頑張りましょうちょっとね今は頑張りどころだと思いますよ、そうやっぱやりたいことをやった方がいいですね、うん、やりたいことをやってもいいし、それこそ本当にお金がまず先だと思う人は、はい、やりたくないことでも数打って、はい、当たったところが運命の会社だと思って働いてみるっていうのも一つだと思います、そうですよね、でそこでもしかしたら本当に予期せぬ面白さが見つかるかもしれないです、ね、あだからもう頭あんまり頭でっかちで考えすぎない、うん、これがいいあれがいいっていうのはどんどん切り捨てた方がいいと思います、あ、うん、でも自分の信念があるんだったらそれに従う、はあ、私はやりたいことが仕事にしたいんだったらそれを突き抜けた方がいいです、あだからどっちが悪いとかいいとかあんま考えない方が基本的に、うん、みんな楽です、なんかちょっと話変わっちゃうんですけど、うん、どんどん変わっていいですよ最近3月ぐらいに東京に行って、うん、
で、はいはい、そこで有名な占い師の方がいたんですよ。占いに頼るぐらい心がちょっとやつれてたんですけど、行ったら自分がしたいことはやった方がいいみたいな言われて、うん、タロットでやったんですけど、うん、この最初と終わりのカードがめちゃくちゃ良かったんですよ、うん、でも真ん中のカードが悪くて、うん、苦労するみたいな、うん、何に一番苦労するかってやっぱりお金に苦労しますねって言われて、あ、今も当たってると思って震えたんですけどそう、お金結構自分なんかそのことをスキルを身につけるために今いろいろ挑戦してて、やっぱり出費とかがかさむんですよ、うん、でもやっぱお金に苦労するのかと思った時に仕事に就いた方がいいのかなって思う、うん、でもやっぱやりたいことやりたいんですよね、うん、で、あーでも当たってるなと思って、あと一つ言われたのは、うん、どっかであなたを呼んでるんですけど、あなたがここじゃ今ここやりたくないからって無視する、無視して違うとこに行ってしまう時があるみたいな、それは呼んでるところが今いいから行った方がいいよって言われてた、今いろんな会社に私いい顔して喋ってておいでおいでとか言われて聞くみたいな、いっぱい呼ばれてるけどみたいな、うん、どれがやりたいのか分かんないみたいななって、うん、はーってなるんです。まあ、占いと考えちゃいけないんですけどねでもね結局断捨離と一緒で、はい、やっぱ自分がワクワクするものに捕まえて、捕まえてその方が後悔がや柔らかいというか、あーそうですよね、やりたいことだったから、うん、そうそう、自分で選択したら、はい、あの納得できるんですよね、違った時に。でもこれだと思うけどこっちの方が条件いいからって言った時の失敗は納得できないです。ああそうですよね、うん、後悔みたいな、やばい、そういうとか、あ、やっぱっちだったかみたいなのがあるよくある。そういう意味ではやっぱり自分のワクワクする方とか自分の直感っていうのはすごく大事にしていいと思います、はい、でやっぱやり直しが効きますよっていうことが自分の中で大事で、はい、こう思ってやってみたけど違ったら違う方向でまた活動する。あー、うん、うん、そうですよね。じゃあいろいろ頑張ります頑張りますあのね、はい、楽しむことがでも大事、楽しむことが、うん、どうやって、はい、例えばちょっとさっき打ち合わせで話してたけど、はい、面接官にどうやって自分を知ってもらおうかとかいうところで、はい、ちょっとネタではないんですけど、はい、あの下品にならない程度の爽やかなアピールを考えて、はい、くすっと笑わせてみたいとか、そういう楽しみを、あー、うん、くすっと笑わせる。例えばどういうネタが来たら笑えますか？どういうネタが来たらあの場面で。でもさ、はい、例えば沖縄で実は私ラジオ番組やってますっていうだけでも、はい、他の子と違うから、あ、ラジオやってる子なのみたいな持ち方は全然違うと思います。だから自分が今やってることで他と人と違うところを自己紹介に盛り込むだけで全然違うと思うんです。あ、ラジオやってるんだったらなんか能力を持ってそうとか、うん、人前で喋るのは経験済みだっていうのがついてくるの で、 あ、で、そうです。さっきも話したんですけど面接って10秒で決まっちゃうので、うう10秒の、はい、この実験のやり方っていうのは、はい、ビデオを見て10秒のビデオとか何秒かのビデオを何個か用意して、はい、で、まあ、そこで10秒であの合否判断とかそのしてもらった結果、10秒と最後まで見たのと全然変わらないと、はい、なるほど、はあはあ、じゃあやっぱり昔から言われてるなんか顔が綺麗な人は受かりやすいっていうのはちょっとは入ってます。容姿も多分やっぱ人間なので面接官なので興味もあると思うんですけど、やっぱあの有名なところでテレビ局のね女子アナさんとかは、はい、あの各局ごとに写真撮影の場所が違うので、うわそうですよ、もう顔じゃないです か、もう女子アナさんはでも顔が売りなので、うーん、うん、で よく言われるぐらい、はい、まあ、ミスなんとかじゃないといけなかったり、そういう箔がないとやっぱ埋没しちゃう、選ぶときにやっぱそこがまず引っかかるんだと思うので、うん、アナウンサー大変、うん、なので、まあ、女子アナになる人本当それぐらいのつもりで大学入ってきてるので、はい、あ、もうアナウンサーになるために、うん、女子アナになるために入って青学でミスを取ってみたいなところを計画してやってる人が勝つわけだから、やばい、計画してる女怖すごいね、うん、そこに挑戦することがすごい。でもやっぱそれだけの倍率のあるところで勝てる人っていうのはそれだけの準備をしている人、あ、ちょっと見習わないといけないですよね、うん、多分ポッと女子アナになろうって4年になって、うん、なる人で受かる人ってあんまいないんじゃないかなと思う。あ、そうですよね、うん、うん、10秒で決まるんですね、うん、でもやっぱりあの高橋真麻さんもいるけど、はい、親の七光かもしれないけど
やっぱね、うん、お笑い担当ですって言ってたぐらいだから、あ、私が受かった理由はキャラですって言ってたぐらいだから、うん、そういう意味ではあのクスッと笑わせる何かを持てれば、持てたり、なんかあこの子何か持ってるなと思うと詮索し始めるわけ、面接でいい方向に、うん、だから知りたいと思わせるっていうのを楽しめるようになると、はい、あこのクスッと笑いよったぞみたいな持てるようになるとお互いね、はい、やっぱり笑うって大事なので、はい、和むんです。もう人事大変ですよ本当に。何百人も本当ですか来たら同じ、本当にさっきも話したけど同じスーツで同じ格好の人がみんなぐる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 同じようなこと言うんですよ。やっぱり似てますか、言うこと。言うこと似てます。ああ、はい、一つ質問してもいいですか、はい、めっちゃグイグイ行くんですけど、うん、あの試験の面接の時って 何時って分かれてるじゃないですか、うんうん、時間が。その時ってやっぱりどの時間帯が一番やる気があるっていうか、面接官の取りたい意欲があるっていうか多分ね確実にねあの、まあ、これはもう人によると思うんだけど、なんか最後ら辺にしてやっぱ疲れてる時はもういいやってなり始めると、はい、あ、なります。人間だからなると思うんだけどね。なんか最初の辺にしたら、うん、あ、了解です。じゃあ、 あとちょっと聞いていいですか、はい、最初の辺にしたら、うん、なんかこの元気すぎて面接官の、うん、鋭すぎて、うん、なんか落とされそうで怖い。それはないと思いますよ。で、あ、うん、そうですか、うん、夕方になると弱ってくるかなと思って、ちょっと弱ってきても判断力がちょっと弱ってきても基本的に、うん、聞くことは淡々としているので。あ、じゃあ本当です、ね、うん、やっぱ逆に言うとその中でやっぱ目立てるかどうか、悪目立ちじゃなくて印象を持ってもらえるかっていうのはとても大事な気がします。あー、そっか。じゃあもう面接では10秒で印象が決まる、はい、ということで、皆さん何か、ね、一発何かかましてやりましょうそうそう、それぐらいの気持ちで就活を見さめ、ダメられてるじゃなく楽しむ、はいはい、楽しむと楽しい人にみんな寄っていくので、面接官も、まあ、ニコニコにヘラにヘラしてたらちょっとびっくりするけどやっぱね、はい、緊張した笑顔の人よりは、はい、心からの笑顔の人、その笑顔の人の方がやっぱ印象はいいと思うんですよね、はい、だからそういう意味ではやっぱ印象すごく大事なので、 顔の良し悪しじゃなくて本当印象の問題ですね。印象、うん、もう心から笑ってるか、そう、皆さん見透かされてますよ、気をつけてくださいということで、ありがとうございました。就活の話いろいろ聞かせてもらって、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、何か次婚活の話聞きたいですね。ちょっとその前に一回 CM 行きましょう。はい、じゃあ次はマヒーローセレクトの曲をかけていきたいと思います。はい。と今日は、はい、何にしようかな。じゃあこれなんて読むのかちょっとごめんなさい、わかんないんですけど、女王蜂の金星、金星だ、金星。あ、金星。金星って曲を流したいと思います。うん、なんか面白い曲なんで。はい。行きます。はい。では女王蜂で金星です。仲間の人だと声がめっちゃ高い。もう40分だよ、やばい、やばい、めっちゃやばい、止まらん。やっぱりやっぱ時間帯とか関係ないですね。時間帯は、まあ、できるだけ関係なくしてると思うよ、向こうも。やっぱり疲れてくるけどあの僕教員やってたからあれなんだけど、はい、まあ、まあ教員は面接じゃないけどさ、はいはい、自己紹介をされるさせられてたでしょ、大会、はい、新学期になると。あれ超めんどくさいから40人目ぐらいでもう飽きてるから先生飽きてるんです。飽きるよ、もう同じことしか言わない。僕は体育が好きでとか同じことしか言わない。もうちょっとひねってこいよとか思う。あ、やっぱちょっと変わった方がいいです。で、僕は授業で技術の先生だって情報もやるから情報発信っていうのも教えるのね。で、そこで自己紹介の自分の自己紹介を作りなさいっていう授業をやって、それは面白かった。面白かったですか。アイウェイを作文みたいにして自己紹介させたり、はい、あ、そうするとやっぱこっちも面白い。あ、この子はどういうネタを持ってるんだなとか、笑わしに来る子なんだな、こういうの恥ずかしい子なんだなっていうのが。そうなんですよ。お前の好きなもの知っても知らんがなみたいな。そうですよね。そっか、ただ言ってるだけですよね。しかも技術の先生って8クラスぐらい持ったら一周、初め一周8クラスを
40人だから300何人ぐらい毎時間ごと聞かないといけない。みんなほとんど一緒ですもんね。そう、名前は知りたいけど自己紹介いらないなみたいな。で向こうからしたら他の授業でも自己紹介させられてるから。また同じこと聞いてるじゃん。で他の友達知らない子も同じことまた言ってるやし。ああ。やっぱなりますよね。だから僕4月のこの初めの時期があんま好きじゃない。うん。あと2分。はい、お願いします。フェードアウトしてもいいですよ、はい、あ、フェードアウトして CM です。あ、もういいですね。時間満々で、はい、見ました。よし、僕これ一人で歌ってるの？これは一人で。あ、一人でだから高い声と。あ、そうです。すごい。 OK です。ありがとうございます。で、小学校の自己紹介の時、好きなもの何ですかって書いてる時、みんな食べ物ばかりで、素晴らしい現実。でしょ、こうやってお金って言われると残るじゃん。いいですか、うん、あ、そうですね。みんなお金って言いたいけど言っちゃ変なかなと思って。あるあるある。それあります。そのあ、正直な人だなって思うじゃん。はい。なら、まあ、あとは面接官のあれだけど落とそうかなって思うか、 あいつどうにか受からせられないかなって思うから。あ、ここは本当賭けだよ。面接官とかだと趣味があって聞いたら、大体みんな読書とか英語関係の答えとか、で、あの面白い答えだったら俺がいつも答えてた資産運用です。なら、なんか賢そうだなって思う。最近は金にハマって。はい、参りまーす。これ内緒よ。はい、ということで、はい、今日はコーナーを準備していないので、そのままガールズトークを、はい、進めていきたいと思います。はい、ということで、さっき就活の話をたくさん聞いたということで、はい、次は松尾さん、婚活のジャンルも、婚活のジャンルもやってます、はい、出会いから子育てまでということで、いろいろ聞きたいですね。僕一応幅広くやってるので。そうです、やはり聞きましょう。婚活ってが、はい、僕も聞きます。どんなイメージですか、はい、婚活、はい、なんかテレビのイメージが私強いですね。あ、今ねドラマやってるからね、婚活パーティーとか自分もそんな、婚活パーティーパーティー、いやーでもな、婚活か、婚活でも婚活にはイケメンがいないイメージがあります。確かに。あのね、それた、あの正直な、はい、あの、い、あのなんだろう、イメージだと思う、はい、でもイケメンいるんだよ。おお、本当ですか。沖縄県って50歳までに結婚しない男性って、はい、4人中何人ぐらい結婚しない、あ、4人中何人っていうとあれだな、あんまりインパクトないかもしれないけど、4人中1人結婚しないわけ、50歳まで。おえ、4人いたら1人結婚してないから、みんな結婚する時代から、はい、あれ、これ全国日本、あ、日本一なんだけど、未婚率、未婚率、結婚1回もしたことない50代生涯未婚率って言うんだけど、1位なんですか、確か男性だったか女性だったか1位で2位で、今国勢調査とかやって、結局離婚率も高いの、結婚しない男性はとことん結婚しないです。あの20代30代ぐらいでストップして、40代、うん、50代ほんの変わらず、あ、女性は30代でガーッと追い打ちをかけるんだけど、40代、うん、50代になると結婚しづらくなる、うん、で総婚率も高いんだけど、はい、未婚率も高いっていうのが沖縄の実は、30超えて結婚できてないとやばいと思えっていうのが、結婚したい人はね、うん、結婚したくない人もいるからっていうことで、うん、うちはやってるんだけど、結婚したい人はもうほんと30ぐらいになって、うん、結婚できてなかったらちょっとやばいよっていう。うわ、待って、30ってあと10年後ですよ私たち。そうそう、ね、もうやばくないですか。だからみんな知らないわけ、みんな30で結婚してない人が周りに増えてきてるから、はい、やばいと思ってないけど、今どんどん結婚してない人が、あ、自分の意思で仕事が大好きで、うんうんうん、やりたいし、子育てしてた自分の時間なくなるから結婚しないとか、うんうん、その夫婦生活がね、うん、そこで時間取りたくないが結婚しない人も増えてるだろうけど、あ、まあ、それ以上に加速度的に結婚してない人が増えてるから、うん、でこれが実用なわけ、うん、ていうかしたいけど、うん、30までできなかった人が結構いるってこと。婚活する人は結婚したい人なわけ。婚活してない人はどっちでもいい人なわけ。いつか出会いがあればいいとか、うん、婚活パーティーに行く人は結婚相手を探しに行くわけだから。あ、婚活か、婚活か。私の周りでも結構今結婚してる人たちたくさんいるんですよ、うん、で20代の前半ぐらいに結婚して、はい、あ、
簡単にできるんだと思うわけで、30手前になるとやばい、20代じゃなくなると思って急いで結婚が増加して、はい、で35ぐらいになると産婦人科学会で高齢出産って言われるわけ、はい、あそうですよね、35から35で高齢って言われるんだよ、出産における、はい、だから35ぐらいで結婚したいってみんな思い始めるから、35前後でまた結婚式が増えます。その後は若干こう結婚式自体をしない結婚が増えてきたりするんだけど、だからこの一番初めの20代の山場とか18で、うん、お前ら早いなって言ってるやつがいつの間にか10年後ぐらいにしたら、うん、結婚できないままやばいと思って婚活始める人が多い。今早いなって思ってる人にいます、私。そうそう、だからみんなそうなんだよ、沖縄じゃなくてもう全国的にみんなその相婚ちょっと悪いみたいなイメージがあるけど、うん、それでも結婚してる人がいると、うん、でそれでも円満な家庭もたくさんあるので、うん、そういう意味では知っておくで、うん、まあ、婚活ってお金かけてすることになっちゃうので、うん、まあ、するなら30ぐらいから始めて、で婚活したからってすぐ出会えないので、いやそうですよね、ね、この人こういう人でガーって言ってもね、いるかどうかわからないし、来てもあれちょっと違うなと思う、やっぱ人間との出会いなので、でその中で付き合っていて、やっぱこの人と結婚したいと思うか、あ違うからもう一回ってなるから、だからみんな35歳になって1年で結婚できるぐらいのつもり、はい、3ヶ月ぐらいで結婚できるつもりで行くけど、なかなかうまくいかずにっていうことが多いわけ。だからそこをやっぱり僕たちはよく知ってほしいなと。結婚したいと思う人は、いずれ結婚したいと思う人は一応婚活やってたらぐらい、うん、今は若い時はもう本当に合コンに近い婚活パーティーでも全然行っとくだけで全然違うかな。合コンか、行ったことない ね、ない、うん、か私の友達に、うん、俺小食系男子だからとか言う人がいるんですよ。なんかよく言うんですよ。お口癖みたいに。それを言うとこ、いやいや、言う何アピールだろう。草食系って、草食動物って年中無休発情期だからって思った時に、うん、キモって思ってしまう。そうなんだ。ちゃんとこれピラミッド見たことあると思って、草食系が一番多いじゃないですか。うん、そう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 。で、ライオンとかって限られた時にしか。うん、そうそう、とか汚い、気も、ごめんなさい。いや、いい、いい。草食系ってなんか私はなんか爽やかな感じみたいな、うん、言ってるけど、いやいや違いますからって。そのアピールがわからんよね。ですよね。何アピールしたいのみたいな。そうそうそう。へー。だから、その人は多分町なんだと思う。草食だから、俺と付き合いたいなら告ってよって言う。やばやばいね、それはね。やばいやばい。そういう人は結婚できないので。ああ、よかった。よかった。いや、よほどね、その人にすごく魅力がない限りはやっぱ難しいよ。自分で動かないと。なんで動かないよ、うん、嫌じゃん。旦那さんが動かない人とか。わかります。ガツガツ来てほしいですよね。そう。ガツガツもそうだし、僕は旦那さんで家事とか育児するわけ。動ける旦那の方がいいじゃん。本当にいいです。めちゃくちゃ思います。俺草食系だからってなんか若干私何もネガティブで動きませんよっていうアピールされても、うん、さあモテんよねって。モテないですよ。やっぱいろいろ行動してほしいですよね、うん、何かをやってくれたりとか、そう、手伝ってくれたりとか、そうそう、それがいいよね。そうで、まあ、女性ってやっぱ引っ張ってもらいたいっていう、あ、わかります。日本の女性の多分考え方なのかもしれないけど、うん、やっぱあるんだよね、どっかで引っ張ってくれる男性にって、うん、で引っ張れない男性とやっぱ結婚すると引っ張らないといけないから、うわ、ね、めんどくさいですね。大変だと思う部分はあるね。だから男性頑張れっていうところも僕の中にはある。あ、うん、と言いながらまあね、家計は妻に頼ってるんだけど。いやいや全然大丈夫です。そうそうそう、そうか、すごい。ツイキャスコメントで浮き彫りベンダさんが盛り上がってますね、はい、ありがとうございます。盛り上がってます。おじさん頑張ってます。盛り上がってます。そう、ね、よく結婚とかってビビビって来るっていうじゃないですか、うん、今までビビビみたいなの来たことないんですよ私。来ない来ない。何も電多分あ、まあ、血管の流れがいいのかもしれない。全然来ない。あのね、全然青年期みたいなの来ない来ない。え、本当ですか。なんで来た人別れてるのに。ビーコンの人離婚してるのに何回も。あのね、まあ、来ても結局、まあ、恋の延長だと冷めることがあるんだけど、うん、やっぱこの人と一緒にいて居心地、あ、これは僕の見解なんだけど、はい、居心地がいいなっていう人だから逆にビビビッと来ないというか、うん、居心地がいい人だったりすることがあるかなって僕は思う。居心地いい。なんで仕事と一緒で一生付き合っていかないといけない、はい、ね。で居心地悪い人でイケメンでも居心地悪いなと思う人とずっと
付き合うの大変じゃん。無理だ、うん、だから、まあ、イケメンで居心地が良ければ一番いいんだよそうですね、それは何の問題もないんだけど、やっぱり価値観があったり、まあ、何にも喋らなくてもほっこりするとかが一番気楽だよね。なんか気使わないといけない人よりは、でもなんか私人見知りなんですよ、めちゃくちゃ、うん、でもなんかかっこいいとか思った自分の結構タイプな人はもう緊張して遠ざけてしまうんですけど、はい、そこまでなんかどうでもいいやとか思う人は、はあはあ友達みたいな感じでいて、うん、楽しく、逆にそういう人に結婚相手が出てくるかもしれない。なんか自分もそう思うんだよね。イケメンも近づけないんでしょ。でもイケメンの方が大好きなんです私、うん、そうイケメンも眺めとけばいいんじゃないじゃん。いやかっこいいなって。でもやっぱり何か女の人って見栄があるじゃないですか。友達に自慢したいとか、うんうん、そういうところ入れてきたら、うん、もうやっぱ一人が楽って思うんですよ。そう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 、めんどくさい、めんどくさいよねでもイケメンじゃなくてもものすごい愛妻家の旦那さんだと自慢できるよ、はい、あそうですね、そう言われたらそうですけど、そうそうそう、イケメンで家事も育児もしないとなると、うーんそうだ、コソ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 ミキがコソコソ。結婚ってだから結構難しいんだよ。この型がないので、あの就活と一緒でやってみないとわからないことがいっぱいあるので、うーん、でまあイケメンと結婚してみてもいいし、はい、まあ結婚でイケメンどうしたら落とせるかなって本もいっぱい出てるのでイケメン落とせ、頑張ろう。今もう僕はあれだよ、婚活者の気分になって、あのどうやったら結婚できるかって本読み漁ってる結婚してるのにすごい、もう新た上に上にと、だから結局みんなのこと知らないと応援できないので、あそうですよね、どうやったら応援できるかなっていう意味で、はい、すごくあの今勉強中なんですよ。はあ、でもこの勉強が楽しくないくないは、あ勉強嫌いって言ってたんですけどやっぱ自分のためになることとか、はい、人にこのためになることって思って勉強、自分のためになると思うとやっぱ楽しいんですよね。はい、うん、ということでいろいろ聞いてありがとうございます。盛りだくさんでした。楽しかった。今日はいろいろアドバイス、ね、結婚と就活、はい、とても勉強になりました、はい、どうありがとうございました。こちらこそ婚活モールでお会いすることそ、まあ、それまでにね、ご相手見つけてもらって全然大丈夫なので、はい、頑張りますできる限りということで今日お届けしたのはミキとマヒロとマスオでしたと、あ、そっか、あ、すいません、竹山です。ザッキーとつかささんでお届けしましたということでまた来週も聞いてくださいね。バイバーイ。バイバーイ。